ポップティーン TV! バニラコーンに来ました。イエーイ。どの色試してほしいですか？逆にね。こちらつけてみたいと思います。すごいマットめっちゃ。でも可愛いですね茶色。かっこ。これ日焼け止めです。いい匂いがします。そして私にきらめきを与えてくれる魔法のスティック。パッケージも可愛い。イエーイ。これこういうタイプ。めっちゃバニラコースはめっちゃ大好きで、あのクレンジングも毎日使ってるんですけど。ああ韓国に来ると爆買い衝動がすごい。この中から一つ選んで買います。あーこれも可愛いし、まあ、クレンジングはあの日本でも買えるので日焼け止めとコントロールカラーにしました。そう最近ちょっとくすみとかのカバーも勉強しようかなと思ってコントロールカラーちょうど欲しいなと思ってたのでなかなか売ってないので6色はハイライトのチークとリップ今塗ってるやつがすごい気に入ったので買いました。かわいい。てかブラウン選んでくれたじゃないですか。買いましたよ。ハイライトは買った。あとこの目の下のキラキラと、あ私何買ったっけな。アイシャドウ、アイシャドウ。安いのいっぱいっていうかなんかいいものをとりあえず3000の中に押し込めたいから超悩む。はい、やっぱ女の子なんでコスメがキラキラのコスメとかが好きだったりとかするかなと思ってとりあえず1000円ぐらいはコスメで買えたらなと思ってます。それぞれ好きな、うん、自分の好きなやつを選びました、うん、化粧するときとか、うん、洗顔とかね朝するときとかに使ってこれ持ったら便利やと思う。かわいいバッグでーす。かわいいバッグインスタ映えですね。そう、うん、韓国のパックってすごいいいって思ううちは。なーるすごい韓国の割とこれ有名やしな、うん、結構これがもしプレゼントに当たった方は、うん、こうちょっとインスタ映えして、うん、確かに、うんかわいい。はい、パックです、はい、桃の香りのだからヘアにつけてもいいし香水代わりとかにもつけてもいいしすごいなんていうんだろう甘ったるくなくて、うん、すっきりした匂いなのでなんか夏とかにいいかなと思って、めっちゃ可愛くてこれハートになってるんですよ。ここが何に使うの？チークとチークやな大体チーク。へえ、うん、チーク可愛い。韓国の方に聞いたら、うん、なんかこれ今韓国でめっちゃ流行ってるみたいなやつだった。へえ、ハートなので。そうなんよ。それで、うん、こうスタンプみたいに押したらここハート型に。え、なるほど、めっちゃ可愛い。それでこう写真撮るとインスタ映えみたいな。欲しいね普通に。そう、ほんまにあの出すとこ全部がハートのハート型なんですよ。だからすっごい可愛くてこの色も一番めっちゃ可愛い色やなと思って選んだので結構こだわりのものです。めちゃめちゃ可愛くて。え、可愛い。これは何？これは、多分チーク&リップで、うんうん、こっちが多分チークなのかな。リップにも使えるのかな。え、かわいい。なんか今こういうチークタイプのやつって流行ってると思うし、うんうん、ですごいおしゃれな色やなと思って、うん、この2つを選びました。かわいい。ピンクのねキラキラのアイシャドウ、これはピンクはなんでピンクにしたかというと中野がよくピンクを使ってて、うん、今の子たちってピンクよく使うんじゃないかなと思ったのでピンクにしました、うんうん、これはティントリップです。暗い赤ぐらいです、うん、すごい真っ赤じゃなくて、うん、
暗い赤ぐらいのティントリップですね。ちょうどいいサイズで持ち運びとかもなんか便利かなと思って、一回手に塗ったんですけど、すごい発色がいいっていうか、なんか色味がすごい良かったので、ぜひ使ってほしいと思いました。なんだろう、なんかこのチークを選んで、なんか色々ピンクとか、あの色々あったんですけど、一番なんかメイクとか例えばよくわからないとか初めてメイクしますっていうことかに、やっぱ一番このぐらいのピンク、オレンジピンクっぽい、ちょっとすごい薄いチークが一番いいかなと思ったので、 チークしました。しかもそれが韓国にしかなさそうな。そう、はい、まあね、とりあえず第一の袋の中身はまあこんな感じなんですけど、こちらみんながよく知ってるようなカカオレンズ。このお袋、お金取られました。え、なんかお店入った時に彼がお目立ってて可愛いなと思って、これ可愛い。 結構みんな、コスメ系が多かったから引き用具系とかも可愛いから欲しいなと思って選んだのがこっち。じゃじゃじゃん、あ、ピーチちゃんの。これは筆箱ペンケースなのかな。でも、ふわふわになっててほら、シリコン。本当だ。そう、可愛いなって。めっちゃ可愛い。ここにもモモがポイントあって、可愛い。上にあ、ピーチちゃんがいます。 あのカードのコードに、あの刺すようなやつのアピーチちゃんです。かわいい。これめっちゃかわいいなと思った。900円ですよね。そう、外国で見て。めっちゃかわいい。で、私は全部でこんな感じで、なんかめっちゃいっぱい。そう、なんかいっぱいの方がすごい嬉しいかなと思ったので、まあ安いものでたくさん 買いました。いい感じ。可愛い。韓国がこれつけてるみたいな。で、ゆり全体的にみんなピンクだね。確かに。言ったら。確かに。なんか韓国ってピンクのイメージすんねん。わかるわかる。はい、ということで2日目終わりました。はい、2日目も本当にね、楽しかったですね。楽しかった。明日でのも韓国も終わるとなると、すごい寂しいんですけどね。なんかあっという間だったね。 いろいろ事件もあって、うん、ほとんどが夏休みの時期、すごく楽しかったしね、いい思い出。プライベートで行きたいもんな。韓国ほんまに、でも今日は一日全部満喫でした気がする。ね、なんかね、頑張ろう、頑張って楽しもう。楽しんで、1秒も無駄にせず、はい、帰りたいと思います。はい、ということで明日も頑張ります。早いので頑張ります。寝たいと思います。おやすみなさい。おやすみなさい。